なんかの高室重大事件簿で、えー、昭和の助官長のことが書かれてましたけども、はい、当時はね世間とかも大きく逃げがしたみたいですけども、うん、昭和22年まで不敬罪があったんですけどもはい、はい、この事件っていうのはまあ昭和11年のまあ8月の出来事っていうことで、うん、当時のこの島津元助官長がまあ警視庁によって 逮捕された事件ということで前代未聞の事件でねまあ角田っていうのかまあ角田っていうのか分かんないですけどもえまあ角田と島津と高橋の3名がね神の霊塔と称してまあこの祭壇とかを設けて疫病とかジャレオ等のまあ霊感があるとしてまあ人をね 惑わす言動とかをしていてはい皇、はいまあ、室とかにも結構まあその不敬な言説があったっていうことで、うんまあ、特にこの宗教団体とかではなかったんですけども彼女たちの交際には名高い人が多かったっていうことで<う>、まあ、この昭和11年っていうのは226事件があった年で、はい、陸軍の青年将校らが起こしたクーデターの事件の年っていうことで、うん、結構まあその警視庁の方もナーバースになっていた時期っていう形で。 まあこういったこの不敬なことがまあこの世間にあ、ねえー、溢れてしまうとまあ不安な人をまあこの影響をさせてしまうんじゃないかということで<ー>まあ逮捕したということですけどもまあこの留置場で島津女子は不敬の言説についてまあ係官にえ涙を浮かべながらまあ国家をね愛するあまりまあ神の霊感によってまあ自分が正しいことをやっているという形でえ訴えたという形でまあこの自分の霊感の際もはっきりとした意識の中にあるとして まあ係官に訴えたって形で、はい、まあ当時この島津春子は大日本連合婦人会理事長で同女子青年団理事の養殖にもあったっていう形で、うん、えなんでねそういった役職の人がまあそういったね、えー、復帰罪までしてしまったのかっていうことですけどもこの島津氏は旧薩摩藩の島津久光の子供もの渦彦の次女として生まれて、うん、え渦彦の兄の娘が国の都に嫁いで えー、その長女が長子様で、えー、後のね高淳皇后って形なんですけども<ー>、えー、18歳で島津長丸と結婚して、うん、教育者だったので島津春子は鶴見ね女学校を創立して一時はこの校長とかにも張人って形でいい、まあ、そこからその宮内省の侍従職の、まあ、御用係として迎えられたって形で。うん えまあ父親もこの明治天皇の侍従だったという形で、えー、えそこからまあその長子女王が昭和天皇と結婚したから東宮女官庁にえ就任という形ではい、はい、えだからまあその女性のね公務員の中ではまあ最高位の地位に就いたという形でなるほどえただまあその夫が病気で休師をしてまあ皇室のしきたりによって えー、祭事とか行事に携わることが、まあ、できなくなって、島津春子は,るくはこのなくなく辞表を提出してって形で、<ー>えー、その後にこの辞助とかもなくして、大人とかに通いましたけれども、うん、まあ悟りの道は開けずに、まあ、新宗教にのめり込んだという形で、<ー>まあその宗教というのがこう、この各たつねっという霊媒的な女性に出会ったようですけれども、うん この来田氏はこの三重の鈴鹿市で助産婦をしていたんですけどもはい、はい、ある時にこの長年の病気が霊感によって治ったって形で、まあ、それをね信じてこの霊界研究で名高い元陸軍少佐の海津聡の考えに共鳴して状況って形で <laughs> まあそれでこの海津氏の主催する清めの会に入会して、はい、そこからこの霊能者として振る舞うようになってあー霊を信じる夫人から あまあ指示をね受けるようになあたって形になっていて怪しい世界。まあその夫人の紹介でまあその前代弟士夫人の高橋息子がいてその高橋の紹介でまあその島津春子もこのね。 角田と親しくなったという形で、うん、まあそでこの角田から島津春子は能力があるという形で育てられてはい、はい、それでまあその島津遥子も霊能力者を名乗るようになったという形で <laughs> まあこの時期はねいろいろと敏感な時期で国体明朝運動といって統治権は国家にあって天皇はそれをまとめる一機関として統治権を行使するという形の運動が盛んだという形ではい、はい、これはその水戸氏延しのまあ天皇機関説の考えとかを反逆思想だとして 右翼が起こした政治運動で見延部氏はこの不敬罪で告発をされて、まあ、不起訴になったんだけども議員辞職に追い込まれた事件という形で<ー>まあこのね不敬罪でまあ公開議員が刑事告発される時代という形で,<ー>で、まあ、この時代はこの大本教っていうこの新党系の 信仰宗教がが勢いがあったんだけども、はい、これもその右翼団体といろいろとね行動していましたけども、まあ、この不経済とか治安維持法違反とかで、まあ、多くのね、まあ、その幹部が逮捕された事件って形で、うん、それでその島津春子はこの大本教の元信者で 神聖竜人会を主催する矢野と親しくなったという形で、はいはい、え神聖竜人会というのは、この大本教と天津教をまあ強引に、ねえー、くっつけた宗教みたいなものですけれども、うん、まあこの宗教もこの皇室とかにまあ失礼なことを主張したりとかしていて、まあ、それをね信者に教えたりとかしていて、この島津遥もかも不倫の言説で逮捕されたんですけれども、はい、取り調べでもこの昭和天皇は前世にこの因縁があって、すぐに亡くなるだろうと、ね、いう形で、うん、次は。 高窓宮殿下を擁立しなければいけないって形の言説って形でしかもこの死ぬ時期も15年後って形で予言していたんですけども、えー、元は昌天皇の助官長って形の立場って形で、うん、ただこれはね、えー、上級国民ってことなのか、まあ、親族がまあ皇室の周りとかの仕事をしているんで。 まあこの娘さんをねあ亡くしたりとか、まあ、そういった形で同情した面とかもあったのかもわかんないですけども、うん、あそれでまあその検事総長の意見で警視庁が精神鑑定をしたって形ではい、はい、ただまあこの時期は、まあ、この他のね宗教とかも皇室に入り込もうって形で。 したいろいろと回、ね、った時期で <laughs> ややこ,しいまあこの国家神道そのものがまあ積極的に協議を持たずにそこにね明快な協議とかを持った新しい神道がつけ込む隙があったって形で、はいえー、天寧皇后もこの大正天皇が、えー、山に倒れたのはあ大正天皇が最新に、ね、死んでなかったために天罰が下ったって形で思っていたわけで、うん、だからまあその昭和天皇に対しても、まあ、常にね 神にこの高い敬意を払わなければ、まあ罰が与えられたるという形で教えたみたいですけども。なるほどね。ただまあ昭和天皇はこの欧州5カ国を礼儀を保したりとかして、ヨーロッパの王室の 影響ととかかも受けたたりとかして、まあ、改革を行っ,たって形で宮中にこの住み込みにしていた、まあ、助官をね通勤線にしたりとかしたんですけども、うん、まあこの宮中祭祀のためにはこの住み込みの助官が必要だって形で低迷皇后は考えていて、うん、まあこの、ね、祭祀をめぐっては大きな確実があったみたいですけども、はい、まあこの島津遥もこの低迷皇后から熱い信任を受けていたんで まあ、そういった、ね、宗教性とかを強めていた帝名皇后から影響を受けたんじゃないかということで、うん、昭和天皇が15年ほどで亡くなるっていうのも、まあ、この帝明皇后のまあ考えを、ね、受け継がれたという形の考え方もできるという形でこの、ね、皇室はこの時代によっていろんな、ねまあ、問題があったのかなという形ではありますけども、うん、まあ今だとこの統一教会とかにはまる人も少ないからね、まあ、どうやってこの入信させるかとか、まあ、そういう形で、ねまあ、だいぶ段階を踏んで洗脳とかしていくんだけども昔はね SNS とか、まあ、そういったネットがなかったんでそういった、ね、影響力ある人から、まあ、そういう形で言われると、まあ、すぐにね、まあ、信じたのかなって形ではありますけども簡単にそうですねあ<ー>まあちなみにね FNN のプライムオンラインとかでは愛子さまが4月から大学4年生で今年の皇室の3つの注目ポイントってという形で記事になっていましたけどもはい、はい、あ改めてこの正月のことが書かれていて、うん、まあ元旦はね天皇皇后両陛下がすごくね忙しかったって形でさ<ー>まざまな方からこの祝賀が受けられてその後はね夕方になってから この天皇皇后両陛下が上皇ご夫妻に挨拶に行かれたという形でこの日はねめゃめちゃ忙しくて本来はね上皇ご夫妻が祝賀で挨拶に来なければいけないんでしょうけども <laughs> 朝5時から動いてたみたいですからね。 そうですね。<う>やっぱまあ人重権力なのかなって形ではありますけどもこの新年の祝賀とかを見てまあ思いましたけどもあまあ天皇陛下に、ねまあ、背を向けることができないんで、まあ、前を向いたまま後ろに下がるって形でそういう形であるんで、うん、まあ年寄りとかは、ねまあ、確かにまあその車椅子とかがないとまあ大変なのかなって形ではありますけどもただまあその天皇皇后両陛下がね一番忙しいにこの挨拶に来させるっていうのもまあどうかなって形でもありますけどもまあ、ね、翌日にはこの一般参賀が行われて。 あそこでね会うわけだし、うんあ、ちなみにね、この宮内庁とかが新しい、ね、取り組みとして、新年一般参加の1回目の動画を宮内庁の公式ホームページにアップって形で、うん、まあこれがね、新しい取り組みってことですけども、これがね、 まだこの YouTube とかだったら分かりますけども、どうなのかなって形で、<laughs> まあ今年のこの注目ポイントとしては、まずこの5月6日に行われるイギリスのチャールズ皇太子の戴冠式って形ではいはい、えー、FNN のプライムオンラインとかでは、この天皇皇后両陛下があ行かれたしね、まあ、次はこの秋ンのご夫妻がまあ行かれるケースもあ考えられる形で書かれてましたけども、<laughs> まあどうなるかって形で、<laughs> はい、まあこれはね、まあ、愛子さまに言ってほしいですけども、あそしてこの2つ目の注目は、愛子さまが大学4年生で、コロナも5類になるし、まあ、大学にね、まあ 通学されるだろうとい、まあ、それでね、まあ、大学の活動とかも出てくるかなって形で、うんえー、そしてまあ3つ目の注目が百合子さまが6月に100歳になられるということとすごい天皇皇后両陛下もせっかくね30周年で日立の皆様はこの米寿の88歳で雅、うん、子さまはね12月に還暦っていうことで上、うん、皇さまもね、えー、90歳って形でねことですけども今年は節目の年とそうですね、まあ、今年はね、まあ、皇室もいろいろとあるかもわからないですけども、はい、コメント欄を見てみるとイギリスにね えー、アクションご夫妻だけは生かしたら、まあ、失礼だからだめだって形でねそういったコメントとかも多かったですけども <laughs> まあこのねイギリスにはこの天皇皇后両陛下でもいいしね、うんえー、愛子さまと雅子さまのね二人とかでもいいのかなって形ではありますけども確かにまあ今年はねニューヨークの小室さんにとってもねどんな一年になるかって形ではありますけども、うん、小室家はね司法に司法試験にまあ合格をしてドヤ顔してましたけどもはははいはい、はいまあ弁護士としてこの本格的にまあ活動する一年になるかって形で描、えー、かれてましたけども忙しくなると今ね あまあニューヨークはねかなりまあその物価とかも高くてやばいみたいですけども<ー>まあ特にこの卵が高くて高くなりすぎてこの鶏とかを連打する会社とかが。 まあ、そういった目的じゃなかったんだけどもね、まあ、費用を抑えるためにニ、ね、トリをレンタルとか出して、そういう形の家とかも、まあ、出てきたって形で。えー、なんかカフェに、ね、入って、サンドイッチとコーヒーだけで5000円もかかったりするらしいですね。そうですね。頼んでられない。まあ、ものすごいね、<laughs> 物価が高いよって形の話があったりとか、はいまあ、その状況でね、この年収600万だったら、当然ね、生活ができないから、眞子さんの貯金を切り崩してる設定になってるって形で。は設定にね。<laughs> そうですね。ただ、実際にはこのお手伝いさんがあいたりとか、まあ、職員とかがお会計をね、させられたりって形の話とかもあったりとかね。 はいはい、あしかもこの警備とかもついてるってことで、うん、一般人になったのにね。 いつまでこの税金に頼るのかって形ではありますけども、そうですね。まあそれで、その炎上が収まらないんだけども、まあ、将来のね、天皇陛下の義理のあだから、皇、まあ、室特権は当たり前だろうって形でね、は<ー>ああそういう形でまあ税金が使われているわけですけども、それでね、その司法試験に合格をしたことで、状況が変わるんじゃないかってことで、うん、まあこの正式な弁護士になったらね、年収とかも2000万円以上になってね、物価が高いニューヨークでも十分に生活は可能だろうってことで、それでね、親が教えるのだろうってことですけども。うん まあこれでね。 気持ちにも変化が現れたのか、現地のジャーナリストが声をかけると、軽く会釈を返されたようで、ただね、このウィ l o v e n ー w s さんのチャンネルとかでも声をかけても無視だったんで、一部のメディアにだけ会釈とかをできるようになったのかなって形で、これまでは完全無視でしたけれども、司法試験に合格をして、正式に弁護士になる専制式のひどいとかも連絡が来たのかなって形ではありますけれども、もう来てるんですかね。それででで心に余裕がきたのかかももないすけど 真子、うん、さんはねちょっとまあそのすねてるような表情だったしまあこの辺がねただまあその恋人つなぎの手っていうのは真子さんがね前で手を音を引っ張って歩くスタイルってい形でやっぱりねこの真子さんがこの留学を早めたりとか海外にね拠点を作ってほしいって形で私がお願いしたって形で言うように真子さんにね主導権がまだあるのかなって形ではありますけども尻にかてるんまあそういうてもね今週もこの皇室のスケジュールが発表されてましたけども菊子さ様がね 読書感想文の全国コンクールに、出席っていう形でね。ああ、三日ね。そうですね。もうね、この受賞者はこの発表されていて。はいはい。まあ、悠さんはね、選ばれてませんでしたけれども。<laughs> 来年ぐらいにね、これも受賞するかもわからないという形で。よく出れますよね。キコさんもこういうなんか読書感想文のコンクールの表彰式。そうですね。で、息子があんなのあったのに。<laughs> この感想文は小学校から高校生までだから、まあ悠様がね、大学へ進学者途端に。 叙賞式にはね、まあ、参加されないかもわからないですけども、はいはいはい。ああ、ちなみにね、このギリシャ首相夫妻ともまあ面会っていう形で、<ー>またね。 怪しいことも考えあまそうですね。一応ねギリシャと統一教会って形で検索をしたらギリシャでもね統一教会の大会があったんでさすがにね関係はないんだろうけども全てのコムが何か悪いことを企んでるんじゃないかって形で見てしまいますけどもまですねちなみにのやはりねわざわざ通訳を介さずに英語で会話って形の報道の仕方になっていてね普通はね英語が話せない人がね頑張ってできた時に使用する言葉だから。 ある意味ね、まあ、けなされてるんでしょうけども、<laughs> まあこのね、天皇陛下はね、まあ、この外務省総合外交政策局長から説明とて形であったんでね、うん、まあこれはその国際法務局長ではないっていうことで、やっぱりまあ国際法務局長っていうことで、まあ、法律に関することだからね、何かしらこの海外とまあトラブルとかで、法律的な面でね、まあ、面会が必要なのかなって形で、秋篠宮さん、えー、様の場合はね、1回や2回とかで終わってないっていうところで、やっぱりたびたびこの、 外務省国際法務局長とアクシノ様,様はまあ面会という形になっているんで、<ー>タイの隠し事とまあ関係しているのかもわからないですけども、<laughs> こ<を>、まあこれはねアクシノさんはこの親族とかも含めてね、まあ、問題いただけっていう形で、<laughs> はいはいはい、今後ね、まあ、どういった展開になっていくのか皆さんのね予想とかもコメントも待ちて嬉しいですね。そうですねぜひコメントください。あとチャンネル登録まだ未視聴登録の方お願いします。よろしくお願いします。